ロイヤルズのペレスがマリナーズ戦で2戦連発36号グランドスラム、8戦6発と量産。マリナーズ・ロイヤルズ、日本時間28日、シアトル。ロイヤルズのサルバドール、ペレス捕手が27日、日本時間28日、敵地のマリナーズ戦で36号満塁弾を放ち、本塁打王争いでリーグ2位タイに浮上した。5点を追う4回に四満塁。ギルバートのスライダーに食らいつき、バックスクリーン右へ運んだ。3試合連続アーチ。足踏みを続けているリーグ2位のブルージェイズ、ゲレーロ JR に並び、オールスター戦でバッテリーを組んだトップのエンゼルス、大谷翔平、41本塁打、にも5本差と迫った。ここ8戦6発の量産ぶり。前日26日、同27日、の同戦でも35号満塁弾を放っており、2試合連続4打点の荒稼ぎだ。今季90打点とし、打点王争いでも大谷、89打点、を抜き去ってリーグ4位に浮上した。リーグトップはホワイトソックス、アブレイユの99打点となっている。